9月20日ですね。3万円からの投資活。2週目に入りました。日銀の政策決定会合、FRB を控えてですね。まずは、日経平均から見てみましょう。日経平均27円安ですね。16,492 円15銭ということで、そんなに大きく動かず、トピックス上昇してましたからね、ここに来て、日銀の ETF 買いの方向性が、トピックスに傾くというような噂が流れたというところもありましたが、そのまま、ビックスインバースですね、見てみますが、今日はまた610円高 7.4% 上昇、8850円。ということで、ですね、ビックスインバース ETN2049、2株がマイナス220円まで、なんとか戻ってきたというところです。3日目になりますね。3枚からの投資生活、6日目、9月21日です。さあ、日銀の政策決定会合を終えて、今ちょうど会見中ですが、大体の結果は見えてきたところなので、とりあえず、市況の方を見てみましょう。日経平均が、で、315円高、16,847銭高、16,800円の設定終わりました。16,807円62銭で、終えているということで、1.91% 上昇。今日は、まあ、トピックスの方がね、上がってるんですけどね、そういうことで言うと。トピックス 2.71% 上昇ということで、今までの ETF の買い入れ額の方をトピックスの方に、重点増やしていくぞ、ちょっと重点的に行くぞというような話になっているということですね。で、先物がもうちょっと上がって終えてるんですが、15時15分の終値で410円高、16,730円なんですが、ちょっと今の今はですね、若干その会見始まって円高になっているので、夜どうなるかなっていうところまで見なきゃいけないかなと思ってます。で、この左下のチャートは、気になるビックスインバースの、5分足なんですが、まあこのような形で、まあ、結局昨日の終値と大して変わらないぐらいの、ところで終わってます。今日は10円高8860円で終わってます。高いところ8930円までありましたが、ビックス指数自体がね、そこまでやっぱり海外の、まあ、S&P の指数なので、そこまで動いていないということもあって。というところです。そして、残高というか評価。損益いくらになっているのかというところなんですが、はい、S&P500 ビックスインバース ETN2049 が、8960円で買って2株買って、評価単価8860円ということでマイナス200円、マイナス 1.11% ということで、まあかなり戻してきたというところで今日は終わっております。ただまあ昨日からですね、ビックス指数ちょっと上がったままなので、まあ、今夜どうなるか、まあ、FRB 控えてますんで、まあ、何もなしで、現状維持で、このままね、市場の見方通り行ってくれれば、って、ぐらいには、話せるといいなというところですね。はい。ということで、ビックスインバース6日目でした。
はい、3万円からの投資生活、9月23日です。はい、場が開いてということですが、まあ、トピックスは、やや、スタートなんですね。ちょっと225も、下落してのスタート、16,762円。ビックスインバース、まだ値がつきません。9000飛び、当円。ストップ高買い気配というところですね。どうしましょうかね。ちょっと、投げるか、どうするかっていう。ちょっと値段つくまで待ちましょうか。ちょっとこのまま様子見て、今9160円ストップ高買い気配ということですが、買い値8960円なんですよ。まあ、なのでちょっとこのまま見ましょう。まあ嬉しい悲鳴というか、悲鳴じゃないですけどね、ありがたい話ですね、本当に。よかった。一時期ね、1800円とかマイナス出てましたんでね。長い間積み上げてきた利益が一気に吹き飛ぶというね、恐ろしいこともありましたが。で、5番入りまして、で、今1時前、12時56分なんですが、まあ、大して動かんということですんで、ちょっとこの辺で、売りましょう。現物売り2株、2口ですね。成り行き。しました。では逆上見てみましょう。ネクストノーツ S&P ビックスインバース ETN ビックスインバースですね。2049を、2株2口成り行きで、売却で9630円でできております。プラス1068円っていうところですかね。税引き後で。まあ、一応、こういう形ですね。ここの、これですね。ということで、まあ、一応今、現金残高33,824円になってますが、ここから272円ですかね。税金が引かれて、33,550円ぐらいですか。552円。という形になるかと思います。ちょっとやっぱ NISA、やった方がいいかな。ちょっとこう引かれると思うとでかいですね。という形になりました。やっぱ VIX 指数動き大きいので、うまく乗れれば、結構いいかなと思うんですよね。で、アメリカ利上げはないだろうっていう雰囲気になってきたところでの買いだったんで、まあ、そこ見越したといえば見越したんですけど、というところでした。ということで、エビックスインバース見事、利益確定ということで終わりたいと思います。